チャールズ・フランソワ・アントワーヌ・モリンをおスズメ売り、雑誌ラベルジック・フォーティコルの図版、シャルル・フランソワ・アントワーヌ・モーレンは、ベルギーの植物学者、園芸家である、リエージュ大学植物園の園長を務めた。ヘントで生まれた。1831年から1835年の間、ヘント大学で物理学を教えながら、医学を学び、1835年に卒業した。 1835年からリエージュ大学の植物学の非常任教授となり、1837年から1854年の間、常任教授を務めた。バニラが原産地のメキシコでは強制関係のあるハリナシバチだけが花粉を運び、受粉ができ、他の地域では自然受粉できないことを発見した。バニラは、 エルナン・コルテスがヨーロッパにもたらしたが、300年以上も、十粉の仕組みは謎であった。モレンは、人工事故の方法を開発し、フランス植民地でのバニラの栽培を可能にした。息子のシャルル・ジャック・エド・アール・モレンと共に、植物雑誌、ラベルジック・フォーティコル、ジャーナル・デ・ジョドン・イ・デ・バージャースを刊行し、1851年から1885年の間に35巻を刊行した。 動物、植物の季節変化を研究する、フェノロジーという用語を作った。1849年にブルッセルアカデミーの公開講座で初めてこの言葉を用いた。1853年にスーベニアズ・ファナラジックスで、エルイベール1852から1853という論文を発表し、異常に暖かい冬であったその年の植物の異常な現象を論じた。モリンは、 植物の学名で命名者を示す場合に、シャルル・フランソワ・アントワール・モレンを示すのに使われる。ありがとうございます。